どうもなんとか重工です。よろしくお願いいたします。本日の動画なんですが、 CNC フライスを使うための基礎的な使い方ということで、平行出しと減点出しというのが加工の前に必要になってくるんですけど、今回の動画では平行出しの方をやっていきたいと思います。次回の動画で減点出しの方をやっていきたいと思いますので、そちらの方もよろしくお願いいたします。というわけで平行出しのやり方解説やっていきたいと思います。はい、平行出しに使いますのはこちらの手こ式ダイヤルゲージとかピックテスターとか言ったりする測定器になります。で、この測定器を保持しているこちらのアーム、マグネットホルダーとアームがあります。こんな感じでマグネットがつきます。オフにすると外れます。こいつの場合1軸ずつアームが動きます。こういう感じ、あ、2軸か、1軸2軸で、こいつもこんな感じで動かせるようになるという形ですね。ここで微調整ができます。で、こいつの上位機種的なこういうものもあります。一つのダイヤルだけ緩めると全てのアームが動きます。ここも動きます。一つ締めると全てのアームがロックされます。なのでこっちの方が楽に扱えます。こういったコンパクトなモデルもあります。非常に小さいですね。こいつのアーム1本分ぐらいの長さしか全体でないと。こういう小さな機械で扱う分にはこういうの非常に楽に扱えると。こいつはオンオフでマグネットの脱着が制御できますが、こいつの場合はもう直マグネットとなってます。こういった道具を使って平行出しをやっていきます。はい、では基礎中の基礎、バイスの平行出しをやっていきたいと思います。こういうタイプのアームを使ってですね、平行出しをしようと思うと、ね、こいつをつけて X 軸 Y 軸動かないところ、かつぶつからないところっていうと、まあヘッド周辺になるんですが、あんまり置くところがありません。まあ正味ここぐらいしかないです。こいつで、ここまで当たるところまで行こうと思うと、こういった感じのセッティングになりまして、ダイヤルゲージを寄せていくと、ここで平行出しをするっていう感じになります。なんかすごく狭いがゆえに、こういうでかいやつだと自由度が低いというような感じになるかと思います。 CNC ではこういったコンパクトなアームを使った方が何かと便利がいいです。このように主軸に非常に近いところにセットすることができます。まあ、平行出しが非常に楽に行いやすいという形になってます。今回はこいつを使って平行出しをやっていきたいと思います。
というわけで今回は平面を使った平行出しと穴を2つ使った平行出しをやってみました。平行出し自体はまだ他にもあるといえばあるんですが、この2つがあればまあある程度対応できるかなということで、今回はこれぐらいにしておきたいと思います。次回の動画ではアクセントを使った原点取りと、こういう振り回しを使った原点取りをやっていきたいなと思います。今回の動画は以上になります。参考になった、面白かったという方いらっしゃいましたら、グッドボタン、チャンネル登録どうぞよろしくお願いいたします。というわけでご視聴ありがとうございました。